皆さんどうも、今回は山内うどんさんというところにですね向かおうと思ってるんですけども、山の中にあるうどん屋さんでですね、私探している途中完全に山の中に迷い込んでしまいました。エッジが立ったそのうどんは絶品とのことです。なんとか森を抜けて向かってみようと思います。はい、どうも、今回もナレーション役のエリエルマコモトタカが務めさせていただきます。万能町の山の中に煙突を見つけたら、それが山内うどんさんです。店の前に到着すると、小麦値上がりの張り紙が、どうならずさん、うどんショーばっかり食べてちゃダメだよ。そして店に入るとすぐにお土産コーナーが、地元のものも売ってるみたいで面白いよ。うどんのメニューはこれだけです。かなり気合い入ってるよね。とりあえず注文するもの決めちゃいましょう。お盆を取って注文したら、うどん到着。早い、早すぎるやろ。ネギは最初に乗せてくれてるから、トッピングは天かすのみ。あとは店員さんに天ぷらを取ってもらっちゃいまして、それではお会計して実食。まずはかけうどんのショーからいっちゃいまーす。山内うどんさんの特徴はなんて言ってもエッジじゃないかしら。エッジー、うどんの切り口が角になっててビンビンに立っちゃってることをエッジが立ってるなんて言うんだけど、まさしくビンビンだねー。腰も強いでーす。ドーナルドさん、ゲソ天と空室カツをゲットしてたんだよねー。ゲソ天はフリッター状に揚げてるから、サクサクっていうよりもふわふわって感じなんだよね。ゲソさんのコリコリとふわふわが混じり合って美味しい感じです。お出汁もよく吸うからたまんないよね。でもゲソ天は優しく噛み切らないと、この衣からゲソだけが抜けて最後衣だけを食べる羽目になるから、みんな気をつけてね。ピエン。串カツの方は普通でした。お出汁の方はいりこが強いんだけど、甘みも強くてマイルドな旨味でした。お出汁もすべて飲み干して、ごちそうさまでした。さて次は醤油丼を食べていこうと思います。ドーナルドさん、最近醤油丼にハマってるから醤油にはうるさいぞ。ズルズルズル。これは、腰の強い麺と、噛めば噛むほど感じる小麦の香り、それらは優しく包む醤油、すべてがうますぎるやろ。